署でゆっくり聞いてやる。ほら、行くぞ。今頃のこのか現れやがって。だから、しっかり歩け。調べるからね。左。君が見張り役で、他の二人は実行犯ってわけね。昨日の深夜もリサイクルショップに盗みに入ったのよね。俺見ちゃったんだ。殺されたっていう証言が取れました。例の窃盗団の一人が見ていたんです。窃盗の犯行がバレるのを恐れて黙っていたそうです。吉永が文也君を殺害したところを目撃した人間がいたそうです。